本日は太郎が午前中に出て約6時間前後、日差し状態で、川の皮膚もカラカラに乾ききってしまってる状態です。で、ところどころひび割れをですね、よくやってた飼育員まではしっかりとケアできてましたけど、それ以降はもう雑な非エンリッチメントな飼育展示しておりますんで、太郎の川のね、皮膚もね、傷んできて、ついにひび割れまで起こしてます。で、また、先ほど収容を試みたんですけどね、まあ10分前後で太郎が入らなかったんで諦めてすぐ戻っていきましたけどね、もうちょっとね、動物の都合に合わせてね、待ってあげるとかね、するようなね、余裕のないような今連中がやってます。はい。これが公益財団法人化だったらね、そういうことは一切ないですよ。もう動物ファーストで動きますんでね。で、また太郎も本日水に入ってませんね。先ほども、前の投稿の動画で、お話しした通り、運動器具が一切なく、また水も出されておりません。で、まあそういうね、収容来る前とかね、まあその収容するときに太郎に水浴びさせてね、ちょっと湿らせたりすることもね、全くやってないんでね、非常にもう虐待以外の言葉がね、私の頭の中で浮かんでこないんですよね。で、まあ最初に言いますけど、ガラスがね、こうやってもう、日が出たよ、わかるでしょ。汚いのが、まだら模様、カバ側がね、カバ側。ね、手抜きでずーっとやってきてるから、まあ、これでよかろうもんっていうのがね、そういう人間がずっとやってきておるから、こうやってね、水垢がどん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 堆積してね、汚くなってます。もうついにね、一般のね、大人の高さ、子供目線、もう最悪です。また太郎もね、もう、ずーっと膝らしいでね。基本ね、カルシウム云々言うバカいますけどね、長時間ね、浴びせる必要ないんです。ね。でも、長時間ね、日向ぼっこさせるんやったらね、しっかりとね、オイル塗ってあげたりね、ケアしてあげないとね、もうね、これはもう非エリンチメントの飼育がね、横行してるんでね。はい、もうよその動物園のね、方もね、見聞きしてるっていうの話聞いてるんでね、まあ、同じようなことはしてないと思いますね。はい、もう悪い例の動物園としてね、あげてますんで。その犠牲になってるのが今、映像に映ってます、太郎です。はい、それでは失礼いたします。